本動画は単行本23巻までの内容を含みますのでご注意ください。今回は声どうだった？に対する読者の反応集を紹介します。24話で新規で出てきたキャラの声どうだった感想を教えてくれー。中村雄一はアイクかなって思ってたらまさかの指導でびっくりした。中村雄一ボイスのハラメハ本当にヤバそう。マガジンでも桜井中村コンビが大暴れしそうで笑った。指導区部中村派正直予想外だったけどめちゃくちゃ合っててよかった。ユッキーがイメージとだいぶ違ってびっくりしたから慣れるかなって感じ。あとはイメージ通りかな。カラスが理想すぎた。指導中村雄一なの意外だった。てっきり岡本のぶし子なもんだと。クロナにもしれっと喋って欲しかった。クロナ指導、中村雄一派正直かなり意外だったし、まだ違和感ある。アイクだと決めつけていた。感想あさって見ても中村雄一派アイクだと思ってる人多すぎてくさ。わかる。ユッキーちょっと低いかなって感じたんだけどどうだろう。ユッキーが思ったよりも低かった。もっと高いイメージ。自分派福山潤期待してた。ユッキー派寺島拓馬あたりで来ると思ってた。ユッキー派の落ち着いた声であれになると考えるとめちゃくちゃ良いと思う。良いね。泥船レスバと泣きながら走るシーンがあの声でと思うとワクワクしてきた。ユッキー派今後を見越してキャスティングされてる気がする。ロキと雪宮の声優が逆のイメージ。雪宮派幼児番組の歌のお兄さんみたいな声だと思ってたので声低すぎてびっくりした。雪宮派甘めの優男っぽいのイメージしてたから低くてびっくり。音やカラス派ぴったりだと思う。カラスと音や全然まだまだ本編の情報少ないのにどんどん良いなこいつって感じで好きなキャラになっていくの悔しいわ。声ぐらい外しとけ。嘘です。ありがとう。なんで川西さんがカラスじゃないんだ。方言的な意味で。古川さんのカラス声も話し方も非凡レベルで解釈一致すぎる。あと2期には黒な。ちょっとでもいいから喋ってほしい。下野がどんな感じになるかと思ったけど全部英語だから雰囲気わからんかった。そして私にヒアリング能力なんてないから英語の発音が正しかったのかどうかはわからん。下野さん英語苦手なのに頑張ったな。下野が挑戦的な役って言ってたのはただ英語が苦手だからってだけかい。あの声であのエフェクト派霹靂一閃を彷彿とさせるな。ドイツ語喋れるから駒田派ネオ英語で来るかと思ってた。ご視聴ありがとうございました。